外務省の皆さんと可愛い大使というのですね企画しまして、青木美佐子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね。僕はそのプロデューサーという立場でした。本質的には変わらないと思ってます。やっぱ海外の方が可愛いっていうときにはそこには日本的なっていうニュアンスが入って。 るっていいいうことは間違いないんですねでも日本人はもちろん日本人なので、えー、それに関して自分たちは使ってるのは日本というフィールドの中で話しているのでもちろん普通に可愛いって言葉を使うんですよ。何だろうなこう何でもかんでも可愛いっていう言葉で表現できるっていうことがこの可愛いって言葉の一つの強さの、えー、強さだと思ってるんですよね。で そうだな、可愛いっていう言葉ってやっぱり自分の価値観とか、これは自分がいいっていうことの、えー、ある一つの表現方法だと思うので、えー、そういう可愛いっていう言葉が、こう、なんだろうな、日本人の中で便利に使われていて、で、それがその言葉として、やっぱ日本人が強く使う言葉がイコール海外に、え、流れていって、非常に海外の人たちにとって日本っていうのを象徴する言葉になってるっていうのは、まあ、とても素敵なことだと思います。 はい。あとね、可愛い,いで、えー、面白い話があるんですけど、海外に行くとですね、海外のメディアの方にこうやって取材されることってすごく多いんですよ。特に、可愛いい大将やってた時は、えー、海外のメディアの方に、可愛い大将を連れてくたびに、僕もたくさんインタビューされたんですね。で、興味深かったのは、彼らが、可愛いって何ですかって今みたいな質問をしたことがないんですよ。面白くて、僕も一応、ジャーナリストみたいなものなので、あの、海外、誰か取材するときは、自分の読者に、とか、読者とか、えー、 見てる視聴者に可愛いっていう言葉を伝えようと思ったら必ずそれを可愛いって何ですかって質問を当然するんですよでもそれを聞いてこないっていうことは彼らは可愛いっていう言葉を鼻から説明する気がないんですよつまり自分のテレビやしテレビを見ていたり新聞を読んでる人はこの可愛いっていう言葉を知っているっていうもう前提で聞いてきてるんですねだそれがすごくやっぱりインタビューを受けながら僕自身も衝撃でした